和食の達人笠原将弘さんプレゼンツ、笠原さんの食卓の魔法。今回も食卓の魔法を教えてくれるのはこの方です。お願いします。どうも、料理界のハルクホーガン笠原です。ずいぶん強いの来ましたね。もう今日はすごいよ。もう道野さんも覚悟しといて、心して、うん、舞台は名古屋にも店を構える東京恵比寿の賛否両論。アッツボンバー、だ、出た、ハルクホーガンの必殺技。このコーナーでは店主の笠原さんが一手間で劇的に美味しくなる魔法を伝授。一品目何でしょう。豚の生姜焼き。好き。好きでしょ。好きです。時期的に美味しい、これを入れて。レンコン、今の時期はね、本当ね、澱粉質が乗ってきてね、本当にこう食感ももちっとして美味しいのよ。旬のレンコンを使った豚の生姜焼き、レンコンの食感がマシマシになる魔法とは。まず生姜焼きに添えるキャベツは千切りに、一緒に炒める玉ねぎは薄切りにしましょう。主役のレンコンはピーラーで皮を剥いたら、魔法クイズ。ここで突然ですが、笠ちゃん魔法クイズ。レンコンをこの後どう切るでしょう。どう切る。このほんと可愛い。普通はこう輪切りのイメージ、うんうん、でも多分笠原さん素材を生かすんで、砕いていく。砕く。はい、砕く。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。はい、消えた。いやー、消えた。今日はそっち？縦に切る。こんな断面こっち側で切ってるの見たことないです。見たことないでしょ。はい。でさらにこれをこうやって棒状に切る。へえ。それをさっと水で洗います。こういった切り方、その良さっていうのは、繊維が縦に切られたレンコン、レンコンの食感が生きる。そうか、繊維を普通の輪切りだと断ち切るような形ですよね。これは繊維をそのまま残した切り方。これをね、片栗粉とかつけてカリカリに揚げたら、マックのポテトみたいでしょ。テレレテレレつって出してもらおういいぐらい。いい音ですね、あれね。いいでしょ。3等分ぐらい。豚肉は10センチほどの長さに切ってほぐしたら、ここにね、これ薄力粉、小麦粉ね。ここに、そう、これをね、軽くでいいの。このね、ちょっとついてるところにね、タレが絡むんだよね。油をひいたフライパンで豚肉を炒め、全体に焼き色がついた時点でレンコン、玉ねぎを投入。レンコンがしんなりしてきたら火が通った合図です。玉ねぎがしんなりしてきました。ちょっとわかる、振ると少ししなるぐらいの。味付けは酒、醤油、みりん、砂糖、胡椒を加え、一煮立ちさせてから全体に絡めるのがポイント。一体感が出るから。で、こうなってから絡める。生姜焼きの香りになってきました。どうさ、まだ早いよ。まだ早いよ。まだここからあるんですか。何言ってんの。魔法を今からかけるから。はい、なんだろう。アッツボンバー、だ、出た、ハルクホーガンの必殺技。アックスボンバーですよ。これはおろし生姜を最後に入れる。そっか、まだ入れてなかったんだ。だからまだ生姜焼きの香りではなかったんだよ。そっか、ここでほら一気にふわってくるから。あ、本当だ本当だ、これが生姜焼きの香りだ。もう最後の仕上げに入れるとふわって倒すよ。キャベツを添えた皿に生姜焼きを盛り付けて、一味を少し振れば、新時代の到来を予感させる一皿が完成。その名も豚とレンコンの生姜焼き。いただきます。はい、え、これレンコンの食感？レンコンですよ。サクサク、シャキシャキっていう、なんともこう歯切れのいい感じ。そう、歯切れがいいね。後入れの生姜も効いてるでしょ。あ、ちょっとこうピリッとした感じ、香りが立っているのはやっぱり最後に入れたから。そう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 。アックスボンバー効いてる。
Attention, please! とっておきのアレンジレシピも。まずね、普通にね、お味噌汁作ってください。何も具入れなくて。はい。じゃあそこにさ、残った豚とレンコン生姜焼きをこう、もう適量。味噌汁に生姜焼き。そう入れてあげて。そこにキムチ、豆腐を入れて。これ入れてさ、豆腐が温まればもう完成よ。すぐできていいでしょ。すりごま器に盛りすりごまを振れば生姜焼きがキムチチゲに大変身。グッジョーブ。あー美味しい。いいでしょう。この生姜焼きの甘辛さがいい具合に効いてますね。いやいいですね。今まで食べたチゲで一番美味しい、うん、あら嬉しい。じゃあもう俺チゲハラって名前にしようかな。あれチゲハラさんの魔法のレシピになります、うんうんなんかでも響きが良くない ね、まだ ね、2品目はねもう寒くなってきた時期にねとてもいいね汁物ね、お、うん、これ使っちゃう。カブ、お、ね、カブも美味しくなってきました。でカリフラワー、へー、このカブとカリフラワーを主役にした和風のポタージュスープ。続いては旬の野菜を組み合わせた和風のポタージュ。 It's showtime。カブはまずこうねこの茎と身の方で分けて、まあ、ちょっと厚めに皮。皮を剥いたカブは1センチ角に。茎は適量をみじん切りにして塩もみしたら置いておきます。揉み込んで。そしてカリフラワーを粗みじん切りにしたら。フライパンでバターを熱してカブとカリフラワーを加えます。軽く塩を振ったら弱火で炒めましょう。ちょっと透き通った感じになってきたら魔法をかけていいかな。お願いします。1番ハルコホーガン。え、これは薄力粉です。薄力粉、うん、まあ、小麦粉ね。でこれをね粉っぽさがなくなるぐらいでこれ炒めたい。洋食のベシャメルソースって分かる？分かります。あれはバターで小麦粉をしっかり炒めてそれを牛乳とか生クリームで伸ばして作るんです。はい、はい、要はその原理です。今日はそれもうバターが入っている。バターで炒めたところに薄力粉も入れてこうやって炒めてることによって今素材にまとって、でこの後ここに水分入れるんだけどそれで伸ばしていくことによって即席のベシャメルソース、そういう感じになる。牛乳は少しずつ加えていくのがポイント。チェックイッていくとダマにならなくて本当にちょっとずつですね。牛乳がしっかり入りましたら今日は和風ポタージュっていうぐらいだから少しお出汁も入れます。ここで出汁入れるんですか？カツオと昆布で取ったお出汁、さらに薄口醤油、みりんを加え塩で味を整えたら弱火でコト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 。そしたら、はい、もう一魔法言っていいかな。あ、さっきほら塩しといた、お、はい、これを水が出てきてるからこれをこうしっかり、ね、絞ってあげて。あ、すこんなに水分出るんですか？こんなに出るの。これを最後のトッピングというか、え、そういう感じに使いたい。ここに一魔法ね。アクシボンバー、やってた。おー、こっちに来た。ついに。ここに粉チーズ、ここにチーズ、あと黒胡椒、これは適量ね、まあ、お子様だったらこれ抜いてもいいかな。まんべんなく混ぜれば OK。 器にポタージュを盛り付けカブの茎をトッピングすれば出来上がり。ほんのり緑がいい感じ、白い野菜の和風ポタージュ、新たな感動を呼ぶ一品です。優しい味わい、美味しい。もうカブもカリフラワーも全体が舌触りがとっても柔らかくて滑らかなんですけど、うん、このチーズをまぶしたカブの茎がシャキシャキっとして、で味もアクセントになってるんで、そうだね、この存在感がとってもいいですね。意味あるでしょ。さっきまでのハルクホーガン祭りは何だったんだろう。多分キッチンでアクスボンバーを受けたのは世界で私だけじゃないですか、うん、初めてじゃないかな、はい、でもねハルクホーガンもプライベートは優しい人だったんだよ。このスープみたいな感じ、まさにそこもつながってるわけですね。いや、何でしょう、このちゃんと伏線回収してくる今日の笠原さん、怖いわ、ね、